さんおはようございます。新年明けましておめでとうございます。本年もどうかよろしくお願いいたします。今日は載せるのはもうすでに YouTube 私が載せておりますけれども、パート2編で、ちょっとギターバージョンでねまだ発売前でございましたんで1月10日発売ですからちょっと練習がてらギターバージョンでねもう一度音取りをきちっときめ細かにもう一度こう認識していただきながら練習して歌ってくださればよろしいかと思います。今回は松原信枝さんのたった一度の人生だからちょっと文章が長いんですけれどもそうですね一つ一つ区切りながら一泊半ぐらいを大体2泊間を取りながら歌ってきますんでそこのところの要注意をしっかりしながらちょっと割とこうまあ松原信枝さんも結構気が高い子なんで裏声が結構バラシュがありますんでね声の出る人出ない人がいると思いますんだけどもちょっとやっぱり希望を持ちながら明るい人生歩んでいこうという一つの意味合いでちょっと気持ちを豊かにしながら歌ってくださればよろしいかと思います。じゃあそれでは、88回転になりますんでね一度ワンコラス本人気でやってみたいと思います。よろしくお願いします。たった一度の人生だからI'm not afraid of the dark.
で、同じ音から息を息を一拍半切らして切らして伸ばしや半拍のようにで、またつまず下がっていきます。つきなきなながらつまずきながらながらがね、がらですね。がらじゃなくてがらってね。つまずきして、そんな、これは最初との出足なし、そんなとん思いを、そんな思いを二拍してま、声不定がある場合は半拍のビートにしてください。してま。歩く
から下がってルクー、ここで約5拍伸びます。手踊りから重いからね、重いもかけずに手踊り歩く三四五って伸ばしてから、こっからまた少しテンション上がって、たった一度の、たった、たった、半分同じ、一度の、一度の、こう音の下がり、どの人生、変動してきますから気をつけてね。だから昨日の涙に、涙に負けない、負けないように、ように繰り返し、たった、ここは1でちょっとアクセント、一度のでね、たった、たった、うん、一度の、うん、人生だ、こう聞きながら、だからいいかね、たったから、はい、たった一度の人生だから、最後はきっと明日も朝が来る、きっと明日、きっと明日も朝が来る、朝が来る、最後音をトントン置きながら、朝が、ががちょっと一拍開ける感じ、が来る、朝が来る、来る、中であなたとね、ここから行きましょう。
たった一度の人生だから、ここのところになりますんでね、1番2番も全部応用編ですから音響全く同じなんでね、そのところね、まあ歌い慣れてしまえば大事だと思いますね。じゃあそれではカラオケ側に行きます。
歌詞載せておりますんで、その始まり始まりの頭を合わせてくださればよろしいかと思います。今日はおさらい編パート2ってことでね、松原信枝さんのたった一度の人生だから、比較的こう難しい系統のものを今日載せておりますんでね、時間があったらまた他のものを載せていきたいと思います。以上で、ムライティブの火曜レッスンの時間と終わります。ありがとうございました。チャンネル登録といいねマークよろしくお願いします。